交通機動隊安全運転競技大会を始めます。多くのご来賓、またはご家族の方がお見えです。自らが鍛え上げた実力を遺憾なく発揮する絶好のチャンスです。気合と魂の走りでコンマ1秒の戦いを制していただきたいと思っております。最後に皆様が臆することなく自らの実力を発揮できることを希望し、挨拶の言葉とさせていただきます。頑張ってください。の白バイ隊によります分裂行進を行います。最初は熊本県警察音楽隊の行進です。熊本県警察音楽隊は昭和27年11月の発足以来、県民と警察を結ぶ音の架け橋として、交通安全運動や地域安全運動、各種イベント、学校や福祉施設などでのコンサートなど幅広い演奏活動を行っています。続いては交通機動隊花神隊長以下31名白バイ27台自動車2台の分裂行進です。交通機動隊白バイは村上隊長です。続いて隊長
の大会では白バイによるバランス競技スラローム競技を行います。これより競技を開始するゼッケン1番から3番までの選手はこの春から東大に配属されたばかりの新隊員です。バランス競技第一走者のスタート合図を行いますのは交通部の坂本参事官です。坂本参事官は交通機動隊の特別訓練隊員の OB です。それでは坂本参事官よろしくお願いします。お願いします。ただいまスタートしましたのはゼッケン1番山浦健太選手です。山浦選手は熊本市南区川尻出身の新隊員でお父さんも白バイ隊員でした。スタートしましたのはゼッケン2番岡村良一選手です。岡村選手は熊本市南区藤町出身の新隊員です。岡村選手30歳の新隊員の最年長として優勝を目指して頑張ります。荒木龍太選手です。荒木選手は荒尾市出身の新隊員です。今年の9月にはパパとなる予定だそうです。頑張ってください。ただいまスタートしましたのはゼッケン4番木村正樹選手です。木村隊員は山鹿市花王町の出身です。木村選手は職場のホワイトボードに落書きをしたことからみんなからバンクシーのあだ名をもらいました。ただいまスタートしましたのはゼッケン5番田中文則選手です。田中選手は熊本市北区植木町出身の4年目の隊員で田中選手のお父さんも元白バイ隊員でした。芦江選手は玉梨出身3年目の隊員です。昨年は大会のアナウンサーとして大人気でした。今回が2回。さあ次は女性白バイ隊員です。ゼッケン7番原田美咲選手です。原田選手は熊本市北区辰田出身の4年目の隊員です。女性白バイ隊ホワイトウィングのリーダー的存在です。無事に行けたようです。この後の記憶がなかったそうです。今年は気合を入れて頑張れそうですね。しましたのはゼッケン8番ババユウト選手です。ババ選手は熊本市北区辰田出身3年目の隊員です。ババ選手のお父さんも元白バイ隊員でした。さあ粘りました。
タートしましたのは鉄拳ナンバー9番牧優斗選手です。牧選手は熊本市中央区帯山出身の3年目の隊員です。おととしの白バイ大会では総合2位、昨年はスラローム部門のみの金賞ということで、悔しい思いを毎年繰り返しているとのことです。頑張ってください。男性隊員に負けないほど大きな声が出ました。ゼッケン10番芦江美希選手です。芦江選手は玉名市出身、3年目の隊員です。昨年は大会のアナウンサーとして大人気でした。今回が2回目の白バイ大会出場となります。しましたのはゼッケンナンバー11番姫井大輝選手です。姫井選手は菊池郡大津町出身で、年齢25歳の2年目の隊員です。昨年10月に結婚し、可愛い奥さんに支えながら日々白バイで活動しています。スタートしましたのは鉄拳ナンバー後藤力選手です。後藤選手は熊本市中央区黒上出身の2年目の隊員です。昨年は開会式の選手宣誓で体力を使い果たし、その後の記憶がなかったそうです。今年は気合を入れて頑張れそうですね。選手は菊池市七条町出身の3年目の隊員です。昨年、おととしは特別訓練隊員として全国白バイ大会に出場しました。川上拓実選手は熊本市西区春日出身の特別訓練隊員です。皆さん覚えていますか？昨年総合優勝の高期待値のハッピーボーイです。さあ、今年もハッピーボーイ頑張ってください。
スタートしましたのはゼッケンナンバー16番高浜優也選手です。高浜選手は熊本市南区城南町出身の特別訓練隊員です。33歳の最年長として安定した走りで優勝をつかみ取りたいと思いますとのことです。川野選手は菊池市出身の特別訓練隊員です。今年は最後の全国大会の出場予定です。全国優勝を目指し日々訓練を行っています。終了します。それではスラローム走行競技を開始します。ただいまスタートしました。ゼッケンナンバーいました。ゼッケンナンバー応援に来ている彼女にかっこいい姿を見せプロポーズできるように頑張りますということです。山浦選手頑張ってください。ただいまスタートしましたのはゼッケン2番岡村良一選手です。新隊員の最年長としては優勝を目指して頑張ります。また昨年の8月19日バイクの日に生まれた長男にかっこいいパパの姿を見せたいとのことです。岡村選手頑張ってください。ただいまスタートしましたのはゼッケン2番岡村良一選手です。ただいまスタートしましたのはゼッケンナンバー3番荒木優太選手です。新隊員の最年長としては優勝を目指して頑張ります。また昨年の8月19日バイクの日に生まれた長男にかっこいいパパの姿を見せたいとのことです。岡村選手頑張ってください。頑張ってください。
大吾選手です。今年は2年ぶりの2回目の総合優勝を目指し、天草文中隊の代表として全力で頑張ります。また本日は赤星隊員の奥さんも応援に来ているとのことで、夫としてかっこいい姿を見せると言っていました。赤星隊員、日頃の生活とは違いましたのは、ゼッケンナンバー6番赤星大吾選手です。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー7番原田美咲選手です。また去年の12月に結婚しましたし、寂しい新婚生活を送っています。今日はさらぎから主人が応援に来てくれたので、家庭での可愛さ以上にかっこいい姿を見せられるように頑張りますという原田選手、頑張ってください。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー8番馬場雄斗選手です。お父さんも白バイ隊になった馬場選手、今大会で3回目の出場です。過去2回の出場では総合優勝できませんでしたが、今大会こそは総合優勝します。今年は妻と子供3人が応援に来てくれているので、総合優勝して妻子供たちに、パパかっこよかったと言わせたいとのことです。頑張ってください。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー8番馬場雄斗選手です。お父さんも白バイ隊になった馬場選手、今大会で3回目の出場です。牧雄斗選手です。2歳になって喋れる言葉が増えてきた息子に、パパかっこいいと言ってもらえるように、優勝を目指して頑張りますという牧選手、頑張ってください。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー9番牧雄斗選手です。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー10番芦江美希選手です。仕事では忙しい厳しい中にも笑顔をモットーに励んでいますが、本日は緊張の面持ち、さあ無事に走り切ることができるでしょうか。芦江選手、頑張ってください。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー10番芦江美希選手です。可愛い奥さんに支えながら日々白バイで活動しています。普段見せることのないかっこいい姿を奥さんに見せれるように一生懸命頑張りますとのことです。姫井選手、頑張ってください。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー11番姫井大輝選手です。対決ができるので密かに投資に燃えているとのことです。さあ、同期生対決の勝敗の行方はどうなるのでしょうか。後藤選手、頑張ってください。ただいまスタートしましたのは、ゼッケンナンバー12番後藤力選手。
今年こそは総合優勝を目指し頑張りますとのことです。さあ、ご家族の応援を受けて川上選手頑張ってください。スタートしましたのはゼッケンナンバー14番高倉。今年はご主人の応援があるということで良い報告ができるように頑張りますということです。さあ、ご主人が応援に来ています。高倉選手頑張ってください。応援をよろしくお願いしますとのことです。さあ、高期待値のハッピーボーイの川上選手頑張ってください。ただいまスタートしましたのはゼッケン15番川上拓実選手です。今年は選抜の部での優勝を目指します。応援をよろしくお願いしますとのことです。ただいまスタートしましたのは鉄拳ナンバー16番高浜優也選手です。33歳最年長として安定した走りで優勝をつかみ取りたいと思います。応援に来ている家族のためにアクセル全開で頑張りますとのことです。ただいまスタートしましたのはゼッケンナンバー16番高浜優也選手です。ただいまスタートしましたのはゼッケン17番川野純也選手です。今年は最後の全国大会に出場予定です。全国優勝を目指して日々訓練を行っています。この大会では綺麗な妻と可愛い娘息子にかっこいいと思ってもらえるような姿を見せたいと思います。ただいまスタートしました鉄拳17番川野純也選手です。出身の元特別訓練隊員です。
孫が3人の58歳、平成4年全国大会3位の成績を残しています。さあ無事にゴールができるのか、隊長のいぶし銀の走りにご期待ください。交通事故抑止、これに積極的に前向きに全開で取り組んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。しましたのはゼッケン鬼が全開のようです。若い者には負けない、昔の気持ちで頑張ってるようです。さあ頑張ってください。アクセルはハンドルのさばきもまだまだ衰えてないようです。選手と同じコースを走ります。さあ頑張ってください。スラローム模範走行を行います。県警白バイ隊の中でもトップクラスの隊員たちの走りをご覧ください成績発表。対巡査長馬場優斗、スラローム走行競技第1位氷川文中対巡査長牧優斗、賞総合優勝交通部交通機動隊巡査長牧優斗、日比谷第50回交通機動隊安全運転競技大会において当初の成績を収めたのでこれを称する。令和6年6月2日交通機動隊安全運転競技大会会長、熊本県警察本部交通部長警視正内田義郎、おめでとう。安全運転競技大会を終了します。